金栄堂の武雄です。2013年、今年の営業、先ほど無事終了させていただきました。今年、2013年は、蛇年ということで、私も、蛇年生まれ、年男でした。蛇年というのは、干支の中でも、変革の年と、言われております。そして、自分自身を変えれるように、今まで以上に、様々な観点から、皆様のお役に立てるようにと、奮闘した年でもありました。その中で、今年も本当にたくさんの方々と出会うことができ、そして、皆様にたくさんの心遣いをいただき、そして、たくさんのご注文いただき、この場をお借りいたしまして、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございます。そして今年は年初から特に、本当に、いろいろなことがありましたが、特に、思い出に残ること、いろいろ、思い出してみたんですが、まず今年2月に、認定補聴器機能者の、証書を頂戴し、無事認定補聴器技能者に認定されたこと、7年間、勉強、本当に長い期間でしたが、7年間、勉強した証というものを頂戴して、本当に嬉しかったです。そして、7月には、NHK 山形様で、約、7分間、私の、スポーツクラスプロアドバイザーとしての活動を取り上げていただいたこと、当時、ご担当いただきましたアナウンサーの方には、本当にたくさんの心遣いをいただき、素晴らしい形で、ご紹介いただきました。そして、ちょうどその NHK 様で放送していただきました、当日、私は、世界遺産に登録された、富士山に行ってまいりました。前日、ものすごい大雨で、もしかしたら登山さえできないんじゃないかというように思われましたが、当日、見事に晴れてくれて、無事登頂できました。その後も、なぜか、私の、サイン会だったり、握手会が行われたりと、本当に、いろいろなことがあった、今年2013年でしたが、これら、全て私一人で成し遂げたことでもなく、皆様にお助けいただいて、支えていただいて、この2013年も無事終えることができます。本当に、今年も1年間皆様にお支えいただきましたこと、心より感謝申し上げます。そして、2013年、今年も本当にたくさんの方々の、出会いをいただき、そして、たくさんの方々と、ご縁をいただき、つながりをいただき、そして、たくさんのご注文をいただき、改めて、心より感謝と御礼申し上げます。2013年は、本日で終わってしまいますが、2014年新年は、簡単、1月1日、水曜日はお休みを頂戴しますが、1月2日木曜日、朝9時より、新年の営業を開始させていただきます。2014年来年もまた、金栄堂をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。皆様、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。2013年今年1年も金栄堂をご愛顧いただき誠にありがとうございました。2014年もまた新たな、様々な展開をしていきますので、これからも金栄堂どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。